やっぱり読書の最中は、ちょっといい紅茶を飲むに限るわよね。でも、ティーバッグで入れると、高い紅茶はもう一回使うか、すごく葛藤するわね。いやいやダメよ。こういう習慣から、どこかのタヌキさんみたいに自堕落になってしまうからね。キツネさん、キツネさん。これやってよ、これ。噂をすれば本人が来たわね。ほえ？あ、キツネさん美味しそうな紅茶飲んでるから、このティーバッグ使わせてもらうね。ごくごく。ぷは。流れるように2回目を、もはやすがすがしいわね。それで、一体何をやってほしいのよ。ほらこれ、16パーソナリティーズっていう性格診断。これで質問に答えていくと、自分の詳しい性格とか内面が16種類のタイプの一つに振り分けられるんだよ。ちなみに僕は ESFP のエンターテイナーで、アドリブが得意で情熱的なタイプだって。それ、思いつきで感情的に動くって、オブラートに包んで表現してるだけでしょ。それにしても質問の数が多いわね。は。こういう占いみたいなのって、動物占いを思い出して懐かしいわね。ああ、そんなのもあったような。もしかしてこれ、ジェネレーションギャップなのかしら。というわけで今回は、消えた動物占いについて紹介するわ。解説はいいけど、キツネさんちゃんと回答を進めてよね。はいはい、手を動かしながら解説するわよ。それで、動物占いって何なの？微妙に聞き覚えあるような。聞き覚えある人にとっては、そんなものもあったな、と懐かしい気持ちになる動物占いだけど、今回は、全く知らない世帯の人にも分かりやすく解説しつつ、一世を風靡したにもかかわらず、なぜ姿を消したのか、その理由についても紹介していくわ。動物占いとは、1999年頃に大流行した、動物をモチーフとした占いで、その人の生年月日をもとに、12種類の動物に当てはめて個性を診断するというもので、今タヌキさんがおすすめしたような診断にとても似ているわね。ブーム当時は若者を中心に、親世代でも動物占いで自分が何なのか覚えているのが普通で、友達同士や家族同士などで自分の動物同士の相性を占ってキャッキャしていたのよ。20年以上前にそんなブームがあったんだな。でも、12種類の動物ってことは、12支の干支と関係があるのかな？関係がありそうな数字だけど、特にそこからチョイスされた動物ではないわ。動物占いにどんな動物が登場するか、それぞれ簡単に解説すると。プラス思考のチャレンジャーのチーター、威厳に満ちた努力家の象、人恋しい博愛主義者の羊、個性豊かなマイペース人間の狼、愛嬌たっぷりの自信家のタヌキ、甘えん坊なナチュラリストの小鹿、スタイリッシュな目立ちたがり屋の黒豹、おおらかな完璧主義者のライオン、貫禄ある働き者の虎、無邪気なクリエイターの猿、夢見がちな現実主義者のコアラ、花のある超天気屋のペガサスの12種類がいるわ。お、愛され者のタヌキはここでも登場してるんだね。ペガサスって何なの？本当に12種関係ないじゃん。見事なノリツッコミね。どういう基準で動物が選定されているのかは謎なんだけど、動物占いは古代中国から伝わる陰陽五行説の思想から派生した四柱推命が元になっているわ。ん？何それ？陰陽五行説とは、地球のありとあらゆる森羅万象を構成する陰と陽と火や水や木などの自然哲学を組み合わせた昔からある宇宙の法則と言われ、それをベースに約2000年前には四柱推命という、その人の生まれた年、月、日、時刻、4つの柱から人生の傾向と運命を推し量る占いで、12という数字は月や時間などにも用いられている特別な数字なんだけど、古代中国では惑星のうち最も尊いと考えられていた木星が約12年で天球を一周することから、その位置を示すために天球を12の区画に分けて名前を付けたのがルーツと言われており、12支それぞれの枠に動物を当てはめたものが干支の始まりであり、動物占いもその法則にのっとって、オリジナリティある動物を当てはめているのよ。ちなみに干支は、日本、中国、韓国、台湾だけでなく、ロシアにも中国から伝来しているのよ。へ、なんだか意外だな。動物占いでは、そうした法則に加え、社会心理学と行動心理学を組み合わせた。東洋に古くから伝わる手法をベースに独自解釈を加え、統計学の手法で検証した本格的なもので、素人が適当に作った、よくあるような性格診断とは一線を画しているわ。思ったより本格的だった。90年代後半に、心理学者である増永篤彦氏がこれを、12の動物と4つのグループに分け、
動物占いとして世に打ち出したところ、たちまち大ブームに。特にこの時代は、みんなあれを持ち始めた時代でもあったからね。あれって？ほらこれよ。あ、めっちゃ懐かしい二つ折りのガラケーじゃん。そうそう、今の20代後半から40代の人は、メールの新着問い合わせを何度も連打したり、デコメールに着メロに、いろんな思い出が詰まっていると思うわ。モバゲーで怪盗ロワイヤルとか、グリーでドリランドとか流行ってたな。90年代まで日本の一般家庭では、モデムを用いて、インターネットとパソコンを接続し、携帯電話と同じで、接続時間に応じて課金されるタイプだったこともあり、普及率はぼちぼちで、まだまだみんながインターネットに触れる時代ではなかったわ。しかし、ネット利用が時間ではなく、通信料、パケットで課金されるようになり、ガラケーのネット利用サービスとして、1999年にアイモードを組み込んだのが、大きな転換になったわ。あの時代、通信しすぎてパケシなんて言葉もあったよね。ドコモがアイモードを、そして KDDI が EG ウェブをスタートさせたことで、若者たちがこぞってネットに触れる機会が増え、利用者が一気に拡大。翌年、2000年8月には利用者1000万人を超える大きな躍進を遂げることに。当初は読み込みが遅かったり、読み込みボタンを連打する必要があったりと不便な面があったものの、スマートフォンの登場まで、携帯電話の形もサービスの展開も日本独自に急成長し、それを皮肉的にガラパゴス携帯なんて呼ばれ方がされていたわ。あれって日本独自のものだったんだね。話を戻すと、アイモードの普及で女性利用者が増えたこともあり、占いサービスが人気を博し、動物占いもそこで展開され口コミで広がることに。人気の占いに可愛い動物を組み合わせれば売れると実業家である鶴本氏が目をつけ、2020年にテレビに出演し、当時を振り返って、占いもコンテンツの時代だと思った。生年月日を入れるだけで調べられて、言葉だけじゃなくて動物が飛び出してくる。これはウケるなと思いました。占いというよりコミュニケーションツールとして盛り上がったと。20年以上前にそのシステムに目をつけ、月額300円で動物占いを展開。家族や友達、気になる相手との相性や運勢を占うのにみんな夢中になったわ。ほほう。しかし今とは違って、携帯向けのサービス展開というのはハードルが高く、先駆者がほとんどいないため、一からプログラムを作る必要があり、開発費用だけでなんと3億円もの費用がかかってしまったわ。3億円。鶴本さんは学習院大学を卒業し、明治生命保険に就職するという順風満帆な生活を送っていたものの、30代の時に脱サラして起業しようと考えたわ。せっかく大企業に就職したのに、そこから脱サラの上に3億円って。当然だけど周囲はもちろん猛反対。それに、もともと占い師でもなく、占いに関してはど素人。誰がどう見ても明らかに失敗するとしか思えなかったものの。いや俺はやる。絶対成功させてやる。失敗フラグ立ってるって。その反対を押し切り、3億円を用意するため、家から車、時計まで売れるものは全部売り、動物占いのサービス開発のために全力を投じてリリースした結果、たった1年で3億円を回収したわ。1年で3億円回収したってことは、1年で3億円回収したってこと。テンパって同じこと繰り返してるわよ。当時は競合サービスが少なかったこともあり、口コミで会員が急増したため、アイモードだけで多い時は1月6000万円の収入、関連本60冊は500万部以上売れ、印税収入だけで累計5億円を超えているわ。これが社会現象のパワー。スタッフ含め3人しかいなかったため、1人当たり毎月2000万円以上稼いでいる計算で、毎日スタッフや弟子を連れて銀座に通っていたと語り、一番高い買い物は高級会社のロールスロイス2台、他にもベントレー、マセラティ2台ずつに、ベンツ5台に加え、軽井沢にも別荘を購入したそうよ。わお。でも、それから20年経って、全然名前聞かなくなったよね。ええ、それはやはり、時代の変化が大きいわ。アイモードは革新的技術で、日本のネット史に名を残す大きな功績を挙げ、一時は、海外を牽引する一大産業になるのではないかとも囁かれており、ドコモも、海外展開を積極的に進め、2002年頃から、諸外国にサービスを提供し始めたものの、これが大失敗、とんでもない痛手を負ってしまったわ。日本では、携帯一つでいろいろ済ませるよう、お財布携帯などの多機能化が進んだものの、
海外では SMS と通話が中心という携帯そのものの使い方の差があり、国際共通化や事業の多角化などで海外投資額 1.5 兆円もの損失を計上したが、今日の損失って国家予算でしか聞かない単位なんですけど、こうした大失敗によりドコモは大きなトラウマを抱え、はあ、もう海外展開なんてゴリゴリだ、もう諦めて日本のユーザーをどんどん増やそうと、日本の携帯はどんどんガラパゴス化が進む中で、どうも iPhone です。 iPhone がきつった。今では知らない人はいない iPhone の登場により、携帯事業者の勢力図が大きく変わることに。ガラケーと全く違う仕様だったため、そのままでは i モードなどを搭載できず、 iPhone そんなの知ったこっちゃない、うちの i モード搭載できないじゃん。まあうちで売ってやらないこともないけど後回しね、と大手キャリアは iPhone の販売に消極的で、ソフトバンクにユーザーを逃がしてしまい、当時はパッドでの企業かと思われたソフトバンクは肩を並べるほど大きくなることに。2010年になる頃にはガラケーからスマホの時代に移り変わってしまい、国内でも2019年には i モードのサービス新規受付が停止し、2026年3月をもって公式サイトの提供終了を発表。動物占いもそれに巻き込まれる形になったが、始まりがあれば終わりもあるという。こうしてガラケーの利用者の減少とともに動物占いも衰退したかと思いきや、なんとまだまだ根強い人気があって、本やサービスもバンバン売れているのよ。なんと占いというジャンルは昔から根強い人気があり、ファッションのようにブームが移り変わるものの、手相の人気が高い時代でも星座占いの人気がゼロにならないように、コンテンツが溢れる現代でも動物占いは進化しながら利用者を維持しているわ。ほほう。これまでは生年月日だけを参照していたけど、今は動物ごとにカラーで細分化され、合計60パターンからその人の個性や運命が分析できるようになっているわ。またブームから20年以上経った現在でも毎年のように本が出版されていて、子育て特化、大人向け特化など、その本ごとにターゲットを絞った展開をしていて、今でも毎年何万部も売れていて、累計500万部以上も売り上げているのよ。確かにこうやって誰向けか書かれていると手に取りやすくなるよね。2021年に出版された動物キャラナビ決定版のレビューを見てみると、人付き合いについても日常、職場、恋愛など分けて書いてあり、わかりやすいです。また2030年までの10年の運気リズムも載っており、どんな10年なのか、今年はどんなリズムなのかも載っているので、今運気が悪くてももう少しで開けると不安も解消されます。私が小学年の時に流行りました。面白いし、あー当たっているな、そうだなと思うことが多々あります。自己啓発のようなものです。以前から動物占いが一番可愛くて見やすい。特にこの本は説明も丁寧だから読みやすい。難しい専門用語がないです、などなど昔に親しんだこともあり、20年ぶりに手に取る人もいるようで、歴史を重ねたことで懐かしさの補正も加わり、地味に日本でも売れ続けているし、今でも世界14カ国に配信され、毎年3億円の利益を上げているわ。ひょえー、全然まだまだ人気じゃん。たぬきさんが教えてくれた性格診断のようにブームは巡るものの、占いそのもの自体は色褪せないから、いつの時代も一定の人気があるというわけね。みんなもぜひ本や公式サイトなどで自分の動物をチェックして、自分がどんな動物か、家族や恋人などの相性を占ってみて楽しんでほしいわね。後でチェックしてみようっと。動物占いからガラケーの歴史まで紹介してきたけど、どうだったかしら。話を聞いてたらまたあの時代に戻りたくなってきたな。今の時代も当時のままだったら YouTube も数秒おきに更新ボタンを押す必要があるでしょうね。それはやっぱり嫌だ。ちなみに占い市場そのものは10年前の推計で1兆円にも上ると言われており、国内には占いを主軸とした株式会社ザッパラスという上場企業もあり、スマホ向けの電話占いやチャット占いなど複数の占いサービスを展開しており、連結売上高は毎年約40億円以上あり、営業利益も7000万円以上あるそうよ。他にも街の一角にあるような占い師がやってるお店では、副業で月に数十万円稼ぐ人もいれば、売れっ子になると月100万円も稼ぐそうよ。朝の情報番組でぼーっと見るぐらいだったけど、そんな一大ビジネスだったとは。あ、そういえば狐さんの性格診断の結果って何になったの？ああそうそう、
忘れるところだったけど、INTJ の建築家で、独創的で戦略的、どんなことでも計画がある人って書かれているわね。まさに私ぴったりの素敵な診断結果じゃない。それって、全部計画しないと気が済まない神経質ってことでは？